When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. みなさんこんにちは、橋本美香です。今日は100円ショップキャンドゥから新しく発売したポリジェル、商品名はポリネイルジェルというものなんですけども、こちらのレビューをしていきます。でね、ちょっと実はトラブルが起きまして、やってる途中で全然うまくいかないっていう失敗シーンがあります。でその後にめげずに違うやり方でやってみようという別バージョンもやっています。そちらでは結構うまくいったので、ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。ではスタート。今日はこのクリアベージュというものをレビューしたいと思います。でこちら注意なんですが、100円ではないんですね。これ550円します。で、レティジアからポリジェルがたくさんね、いろんなカラー出ているんですけども、レティジアと比べるとこんな感じですね。まあ、半分以下ではあるんですけども、ちょっとね、試したいっていう方にはすごくいいと思うので、ぜひね、皆さんポリジェルデビューしてみてください。あとチップっていうのも発売していました。こんな感じですね。はい、取っ手みたいなのはなくて、このまま少しちょっとこう反ってると言いますか、ちょっとつまめるような感じになっていますね。でかなり長いですね。まあそんなに出さないんじゃないかなって感じです。だからまあ先端持てるって感じですね。はい、でレティジアのこのポリジェルのチップ、形はすごく良くて人気なんですけど、ちょっとね、爪の幅が狭いので、ちょっとサイズが合わなかったりするので、親指ね足りないみたいな。100円ショップのこれはレティジアよりは幅広いのが1個2個入ってたので、結構いいかなと思います。100円だし。やり方ここに書いてるんですけど、1、ポリネイルチップの内側にポリネイルジェルを出して、筆やシリコンブラシなどで広げる。でこの時にエタノールの液っていうのを、筆とかに浸してやるとスムーズで、次にベースジェルを塗り、ライトで硬化した爪の上に、先ほど作ったものをポンと乗せて、でそのままライトで硬化させる。で3、ポリネイルチップを剥がしてメリーボードなどで形を整えるってあるので、やり方はもうあのレティジアと一緒です。ということでベースを塗りましょう。このレティジアのベース&トップを使っていきます。通常はいつもこのノンサンディングベースを使っているんですけども、今日はなぜかこのベース&トップにしたいと思います。特にね、深い意味はないので、なんかどんなベースでもいいです。お持ちのベースを塗って、で硬化します。で一応エタノールをこういった容器に入れて、でブラシは筆やシリコンブラシということだったので、ポリジェル用のブラシ、これポリジェル用に開発したものなんですけど、すっごい使いやすい。普通のブラシとなんかどう違うかっていうと、なんかそもそもね、これ厚みとか、まあ、腰の強さ、ブラシの形とかっていうのが、まあ全然違います。まずね、これのサイズの測り方、自分のこの爪の幅ね、大体パッて当てた時に一番端から端までちゃんと覆えるなっていうものっていうのを選びます。ここにポリジェル、こちらを塗っていきます。そんなに たくさんね、乗せなくていいと思う。こんな感じ。あ、かわいい色、色めっちゃかわいい。でブラシ液につけて、であんまりタプタプすぎてもあれなんで、ちょっとこうしごいてなじませる感じですね。こちらを動かしていきます。あ、結構ちょっとベタベタしてるので、あ、ちょっとベタベタするな、なんかちょっと多めの方がいいかも。液ちょっとなんかベタッとベチャッとしちゃってますね。なんか筆にベチャッとついちゃう感じですね。で根元は薄く、あの結構つくな、はい、レティジアもね、なんかラメ系のやつ1個だけ結構ベチャっとなっちゃうやつがあるんで、今商品改良かけてるんですけど、ベタつくと割とやりにくい。お、結構ベタつくぞこれはちょっとだけマイナスポイントですね。ちょっと気温とかも今そんなに別に暑かったり寒かったり普通の温度なんで、
あれなんですけど、うわちょっとねシリコン持ってきました。もうちょっとそして必要かもよ。なんか操作がすごいしにくいですね。操作したいけどこうねっちゃーってなっちゃうんですよね。シリコンでもダメか。くっついてきたわこっちに。あ、そうこうしてたら液が。ちょっと通常がどうなるかっていうのを一旦見せますね。これ使うんですけど、通常はさっきのベタベタがついてるかもしれない。こういう感じですね。わかるかな、動かせるというか。まあとりあえず今日は100円ショップなので、まあでもシリコンでも結構ベチャッと持っていかれたのであれなんですが、シリコンの方が100均のやつだったらいいかもしれない。はい、ちょっとめげずにいきます。とりあえず今この状態じゃまだつけれないので、とりあえずなんとかちょっとこうキュッキュッとして、あんまり厚く盛りたくないんだけど、ちょっと分厚めに、気持ち思った以上に分厚めにしないと、なんかちょっと操作が薄く形を作るっていうのができないですね。できたかな。ちょっとこれね根元が分厚いですね。もっと薄くした方がいいから頑張ってそぎ取る。あ、行き過ぎた。あ、むずもうこっちにこんな風になっちゃってるからね。ポリジェルすごい簡単で楽だからね、あんまむずいってことを伝えたくないんですが、ちょっとむずいな。はい、こんな感じ。ちょっとねガタガタになっちゃってるけど、こういう風に爪の裏にだいたい自分がこういう形になりたいなって思う長さ形っていうのにポリジェルをまず作っちゃいます。で、このよ根元から少し開けて貼り付けた方がいいですね。あんまりギリギリいくとはみ出ちゃった時に皮膚についちゃうので、ちょっと開けて、でぐーっと先端をだんだん下げていって空気を抜くような感じです。ギュッと押す、こんな感じで、その後少しキュッキュッと根元を押してあげるとじんわっとね根元の方に広がると思うので、これで OK。 はい、でこの裏、このままだとボコッと段差になっちゃってると思うので、後ろちょっと押さえてやった方がいいと思う。ちょっとこの段差っていうのをこうなくしてあげたり、はみ出て結構もっこってなっちゃった時はこれで調整したりとかします。はい、 OK。 じゃあ硬化します。硬化は何秒なんだろう。LED で約1分とのこと。ここからですよ、ポリジェルの一番いいところ。いきます。ちょっとねこれをポンって上に外すようにゆっくりどっかをね押さえながらゆっくりこうパコってしたら、今のパコってなったら分かったかな。こっちちょっとパコって、ほらちょっとずつ空気を入れていきます。おっ、いけそう。こわっ、いけるか。あ、いけた。ちょっとくっ、おお、取れました。ピッカピカ。ポリジェルのいいとこはこの外したここが超綺麗なんですよ。ピカってしてるんですよ、いい感じ。こういうのね、今回なっちゃったけど、本当はもっとうまくなったり、今日みたいにベタベタベチャってしなかったら、もうこんなの残らずに綺麗に作れます。ということで、めげずに違うやり方やってみます。まずちょっとだけこんな感じですね、中心、中央にポリジェル乗せたら、ブラシで伸ばしたりせずにこのまま爪にくっつけます。で爪にくっつけながらギュイーンって伸ばしていくってやり方をします。できるかな。こうしてぐーっと押しながら先端に伸ばす。難しい、ちょっと。でもね、
あのブラシで全然できなかったやつよりマシ。こういう感じ、いい感じまあこんな感じですね。ちょっと 2,3 ミリぐらいしか長さ出なかったんですけど、で裏から見た時にこういうポリジェルがはみ出たりしてないか、ちょっとここでね、整えておくといいです。ただあんまり強く触っちゃったりするとずれたりとかするので、まあ、ある程度はまあファイルで削る感じかな。 OK、 じゃあ硬化します。硬化できたらポンと外します。ペリ、ほらダダーン、できたー、よかった。でね、ちょっと忘れがちなんですけど、ポリジェルって表面は未硬化が残らないんですよ。だけど裏側とかそのペタッとこうくっついてなかった部分ですね、酸素と触れているところっていうのは未硬化が出てきます。必ず、ジェルクリーナーもしくはエタノールとかでもいいので、この爪裏とかこのサイドとかはしっかり未硬化を拭いてあげてくださいね。そして削ります。その、ね、未硬化の拭き取り結構ね忘れがち。いい感じ、これだったらベタつくやつでもできる。もうすごい綺麗からトップ塗らなくてもいいかも。すごい早っ。あとでいかがでしょうか。なんか少しだけ透明感があって、ほぼほぼなんかナチュラルな厚めなので超綺麗ですね。本当にね、なんであんなにべちゃつくのかわかんないんですけど、わかんない、これだけかもしれないんですが、結構べちゃついててやりにくかったので、この手順のやり方じゃなくて違うやり方でやってみました。そしたら結構うまくいきました。今日の動画はいかがだったでしょうか。まだもう他に2種、クリアとダスティピンクだったかなっていうような色があったりするので、それもゲットできたらまたレビューしたいと思います。色の比較とか、もうちょっと色のやり方もし見つけれたら紹介したりとか、他のやつはベチャベチャしないかっていうのも私自身すごく気になるので、ちょっといろいろ見てみたいなと思います。ではでは皆さん、動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた他の動画でもお会いしましょう。ミカでした、バイバーイ。ちなみにこれをオフする方法なんですけど、こちらをね塗ってあるので比較的簡単にオフされるかなと思います。しっかり水分を与えてあげて、でプッシャーとかでねちょっとこう空気を抜くような感じにすると、ほらこんな風になってね、塗ってないところあるので必ず無理に剥がさないこと。全面これ塗ってたらね、もう今のポンってしただけでペロンって取れてくれるんですけど、今回は一部だけ塗ったのでちょっと丁寧にやらないとダメです。お、できた、じゃじゃーん。こんな感じで超簡単にペロッと取れてくれるので、一日だけネイルしたいとかっていう人は今日みたいな感じでやってもいいかもしれないです。あとは練習したいっていう人にもおすすめです。If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out.